どうも、チカリタ TV の田代チカラです。今回なんですけど、FC 琉球ビーチサッカークラブで3日間練習参加をしてきたんですが、そのことについてお話ししていこうと思います。まず最初に今回の練習参加に至った経緯なんですけど、僕が奈良クラブでプレーしていた時にお世話になっていた方から連絡をいただいて、ビーチサッカー興味あるみたいな感じで話が来たんですけど、 FC 琉球のビーチサッカークラブでプレーしてる松さんっていう方がいるんですけど、その方はもともと J リーグでプレーしてた方で、浦和レッズとあとサガン鳥栖でプレーしていて、で僕が奈良クラブでお世話になっていた方は、その松さんがサガン鳥栖でプレーしていた時の後輩にあたるという関係性で、誰かプレーする場所がなくてくすぶってるやついないかなっていう感じで連絡が来たみたいで、それでちょうどいいやついますよみたいな感じで一応僕に話を振ってもらったっていう感じでした。ですぐ松さんを紹介してもらって、松さんは FC 琉球のビーチサッカークラブでプレーしながら、普段は埼玉の方で治療院をやってるんですけど、そこでの仕事をやりながら、松さんの場合は試合の時とか毎日ずっと現地で参加するっていうわけではなくて、練習しに行く期間1週間とか決めて練習しに行ったりとか、大会の時に帯同したりとかっていう感じで松さんは参加してるという状況だったので、まあ、僕も埼玉にいるので、その後すぐに一度お会いしてお話をして、でじゃあちょっと来週行こうよっていう感じになって練習参加させていただくことになりました。ビーチサッカーをやってみて思ったことなんですけど、まあまず砂場ですし、走るのが大変だし、ボールコントロールも難しいし、すごく楽しかったんですけど、同時にすごく難しかったなという印象でした。ああいう砂浜でプレーする、トレーニングするっていうのは、自分のバランスを整えたりとか下半身の強化にものすごくつながると思うので、とりあえずは3日間の練習参加でしたけど、自分にとってはものすごくプラスになった練習参加でした。ビーチサッカーでの動き方とかボールの扱い方とか、そういうのが慣れない部分もあったので、今後もしまた参加するっていう風になれば、そういうところ、ボールコントロールのところ、あとは砂浜でどういう風に動いて崩していくかとか、もっともっと細かいところも勉強して学んでいかなきゃいけないなっていうのは感じました。ただ砂浜の上でも走ること、声出すこと、戦うことっていうのは変わらずやれるというか、それは僕のプレーする上で一番重要なところなんで、そういう部分ではビーチサッカーに慣れてる人たちがいっぱいいる中でプレーしたんですけど、自分の色というか、そういうものは出してプレーできたんじゃないかなと思います。で、一番最初埼玉の方で松さんと会って話した時に、沖縄に住んでチーム決まるまでの間、そのビーチサッカーチームでプレーしちゃえばみたいな感じのことも言っていただいたんですけど、まあ練習参加をして、その後まだ会って話をしてないので、実際にね、僕のプレーを見てどういう風に判断したかっていうのはちょっとわからないんですけど、コロナの影響とかでどうなるかっていうのがちょっとわからないですが、現状海外のチームからお話が来てるっていうところもあって、僕としては埼玉に残ってボールを蹴れる環境っていうのはあるので、そこでサッカーのトレーニングを続けながら、今来てるお話がしっかり形になって契約っていうところまで行って、しっかり現地に行ければと考えてるので、沖縄に住んでビーチサッカーをやってっていう、すごく魅力的なお話だなと僕としては思うんですけど、やっぱり僕の中で一番重要なのはサッカーで、で現状新しいチームと契約できるチャンスが目の前にあるというので、まずはそこでの契約を結ぶために今できることを全力でやっていこうと思います。今後もし海外のチームでプレーして、また帰国した時少し間が空いてしまうっていう状況とかだと、自分のコンディションを保つ上でも真剣勝負する場所っていうのはすごく必要だと思うので、もしかしたらまたそこでビーチサッカーをやらせていただくとか、そういう選択肢も今後はあるかなと思うので、まあ今回初めてだったんでね、ビーチサッカー自体やるのが、どういう競技かっていうのは分かったし、まあ場所がビーチなだけで大好きなサッカーであることには変わりがないんで、今後も引き続きまずはサッカーを集中してやるというところで
チームがない期間とかにそうやってビーチサッカーと関わりを持てたら僕としてもすごく嬉しいことだなと思います。今回は沖縄に行って FC 琉球ビーチサッカークラブで3日間練習参加をしてきて、いろいろと感じたことをお話しさせていただきました。今後もサッカー選手として新しいチームと契約できることを目指して取り組んでいくんですけど、 FC 琉球ビーチサッカークラブの応援もぜひしていただけたらと思います。今回も最後まで見ていただきありがとうございます。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。それでは。